アレグザンダー・キャンベルアレグザンダー・キャンベルは、アメリカ合衆国の牧師である。アメリカの第二次大覚醒の最中、父トマス・キャンベルと共に、歴史上、聖書復帰運動と称される改革運動の指導者として活動し、聖書に重きを置く、無宗派のキリスト教会の発展に寄与した。1 7 8八年九月十二日、アイルランド王国北部のアントリム県バリミーナに生まれた。 父のトマスは妻と息子アレグザンダーを北アイルランドに残して1807年にアメリカに移り住み牧師として活動していた。やがてアレグザンダーも母と共に父トマスの後を追ってアメリカに移住し父のキリスト教改革運動に携わることになるがアレグザンダーはすでにスコットランドのグラスゴー大学において キリスト教の改革運動に影響を受けていたとされる。その運動は、原初的なキリスト教への回帰を目指すとともに、新約聖書を重要視するものであった。また、アレグザンダーは、ジョン・ロックの思想にも影響を受けていた。一方、父のトマスはアメリカで独自に改革運動を行い、教派の否定、信徒の位置、聖書の身に従うことを訴え、 長老派教会から脱退勧告を受けていたが、そのことを全く知らない。アレグザンダーの方は、父と同じく長老派教会の牧師となったものの、教会が神道を教派の名のもとに支配する現状に苦悩していた。そこでアレグザンダーは、生産式を自主的に行わないことにし、しばらく悶々とした日々を過ごしたが、父のいるアメリカへ移住することで、事実上、 長老派教会から離れる決意をした。そして、アメリカで父と合流した後、父の改革運動を目にし、父がまとめた、ワシントンクリスチャン教会の宣言及び提言を読む、ことで、今後の伝道のビジョンを明確にした。1811年、トマスらのワシントンクリスチャン教会のメンバーは、ブラッシュランと呼ばれた小川の近くにブラッシュラン教会を設立した。 ブラッシュラン教会においては、牧師と平身との区別は存在せず、長老、羊、伝道者などの役職を、信徒の内から選んだ。アレグザンダーは、教会の指導者として活躍するとともに、同年結婚し、義父が経営する農場で働き始めた。1815年、ブラッシュラン教会は、教会周辺のバプテスト教会連合体との協力関係を結んだ。 しかしながら、諸教会、信徒の一致を掲げること、そしてあらゆる人間的な教義は受け入れないことを条件に、バプテスト教会連合、レッドストーンへ協力することを決めたものの、1816年にアレグザンダーがバプテスト教会連合の会議で演説した内容が、バプテストの各教会から猛烈な批判を受けたことをきっかけに、1824年には、 協力関係を解消することを決断する。ブラッシュラン協会がバプテスト協会連合、レッドストーンから分離した1824年、トマスとアレグザンダーは今度はマホニングバプテスト連合の指導者、ウォルター・スコットと協力関係を結び、さらには1832年にはバートンストーンのシントグループと合同し、ディサイプルスを結成した。 ディサイプルスの誕生前後にかけての一連の運動は、現在、聖書復帰運動として知られている。1840年、アレグサンダーは、ウエストバージニア州ベサニーに、ベザニー大学を設立し、初大学長に就任した。